上の画像と、同地天下空山道は、三重県伊勢市を通り、伊勢市駅と伊勢神宮、豊家大宮宮を結ぶ道路。沿道は、商店街になっている。2017年3月に、伊勢市へ移管されるまでは、主要地方道であり、三重県道21号伊勢市停車場線と称していた。伊勢市への移管後の正式名称は、伊勢市道下空山道線である。 2016年4月1日時点、下空遠道には三宮客向けの飲食店や土産物店が軒を連ねる。有料で手荷物預かりサービスを実施している店舗もある。山道北部には旅館伊勢上泉の直営する土産物店や和食料理店、カフェなどが複数店舗出店する。1899年、山田駅前から下空までの振動が開通した。 沿道には旅館が立ち並び、日本三大旅館街の一つとされた。しかし1945年の宇治山田空襲によって、多くの旅館が消失、復興が遅れ、宿泊地としての性格を失った。1955年3月8日に、三重県道24号、山田停車場線として路線認定を受け、起点を、山田停車場、終点を、 宇治山田市豊川町として制定された。1972年3月31日、三重県道24号伊勢指定車上線に改称された。この時、奇襲点は変更されなかった。1983年になると、電線地中化と植樹体の設置が行われ、コミュニティ道路神宮山道の愛称が付けられ、2006年に石畳舗装に変更し、愛称が、 月空山道となった。二千七年三月三十日、三重県道二十一号伊勢指定車場線に改称し、起点を伊勢指定車場、終点を伊勢市に変更した。二千十七年二月十三日に伊勢市産業建設委員協議会の場で、月空山道と月空前、広場を一体的に市が所管することで、イベント開催や交通規制などが行いやすくなるとして、三重県から、 伊勢市に移管することが発表された。そして同年3月31日に、三重県道21号伊勢市停車場線が廃止され、伊勢市へ移管した。伊勢市道への移行後の名称は、市道下空山道線となった。1993年の神宮式年仙宮、1994年の世界祝祭博覧会開催と、島スペイン村開業を経た1995年以降、 月空の参拝者数は減少し、観光客は内空前に集約され、月空前は衰退した。こうした中、商店主らは月空前で店を営むにもかかわらず、月空に関する知識、理解が不足していることに気づき、2003年より商店主らは月空に関する学習会を開始して、おもてなし体制を整えようとした。2006年に神宮参道は、 月空参道に愛称を変更した。2009年からは、伊勢商工会議所が主体となって、月空の参拝を呼びかける活動を開始した。2011年には、後継者がなかったために閉鎖することとなった刃物店、菊一文字本店を交流拠点、伊勢菊一として再生し、2012年に月空前の活性化を兼ねて、仙宮館が開設されると、月空参道発展会では、 商店街を参道へと変えるべく活動を開始した。市民の間にも下空前の活性化の意識が芽生え、下空参道には宿泊施設や飲食店が相次いで、進出2014年までの過去3年のうちに7店が撤退した一方で約30店もの新規出店があった。女性や若者を中心として人通りが急増し、2013年の式年戦宮の 翌年も賑わいが継続している。ありがとうございます。